妙徳山古墳は、兵庫県神崎郡福崎町東田原にある古墳。形状は円墳。兵庫県指定史跡に指定されている。兵庫県南部、市川東岸の妙徳山山麓に築造された古墳である。現在は妙徳山の神石寺のそばに位置する。これまでに発掘調査は実施されていない。墳形は円形で直径35メートル。 高さ6メートル以上を測る。噴球は2段築成。主体部の埋葬施設は、片袖式の横穴式石室で、南方向に開口する。石室全長12.4メートルを測る、大型石室であり、石室の石材には、巨石が使用される。石室内からは、通す、末木片が採集されている。この妙徳山古墳は、 古墳時代後期の6世紀は強頃の築造と推定される。石室は神崎郡域では最大級の規模であり、神崎郡市川流域における代表的な古墳として注目される古墳になる。古墳域は2020年に兵庫県指定史跡に指定されている。石室現出主体部の埋葬施設としては、片袖式横穴式石室が構築されており、 南方向に開港する。石室の規模は次の通り。石室内には土砂が流れ込んでいるため、石室の正確な高さは明らかでない。原門には中石を建てる。東広畑古墳に関するカテゴリー、東新田古墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。